トラブルになる時が火事とかが多いですね。で火事になった時に空き家で火事の保険が入ってないっていうパターンとか、あとはたとえ空き家が火事の対象になってても空き家の物件の火事は保証されてませんとかいう保険も中にはあるんですよ。そうなんですね。人が住んでいなければダメ。あの辺はね、証言民と分からんですけど、今空き家が多いんで、で例えば空き家の保険で火事の保険入れてくれって言った時に保険屋がどんな顔するかちょっと僕も分からないんですけど、結構そういうトラブルは多いですよ。空き家で火事になって、で保険の火事の保険を入ってないっていうのは多いですね。入ってないというのも多い、で入りたくても空き家だったら入れないこともあるかもしれない。ちょっと割高になったり、いろいろ制約がついたり、別荘扱いとか。なるほどなるほど。で結局 そこでなんて言ったらいいんですかね、生活してないのにどうして保険があるのって言った時に、保険金詐欺じゃなくて放火みたいなんで、そんなん空き家が全国に846万棟あるのに、そんなん全部保険払っとったら保険会社もそこまで甘くないじゃないですか。そうですね。だからいろいろその保険はあるんだけど、証券の細かいところまで見た方がいいでしょうね。ああなるほど。空き家の保険入るにしても、で今入ってるか入ってないかっていうのも考えた方がいいでしょうね。で言うたら相続してたら、その保険の証券の名義人は誰なのかっていう話になってきますよね。でおばあちゃんのままだったっていう話になってくると、今度保険金が相続になるから、だから保険屋は火事の保険は払ってるけど、ハンコ揃えてこいって言うんですね。でハンコがかけてしまったら保険金払えへんです。またハンコか。いやだから結局一緒なんですね。保険屋が言うてんのは、その言うたら財的な住宅がなくなって保険金はお支払いします、でもその保険金は相続ですよ、で相続で遺産分割協議書でそういうような巻いてこいっていうようなあれもありますね。まあ亡くなってる方やったらもう相続になっちゃうとと思いますけどね。交通事故というかでもそうじゃないですかね。こういうケースも実際その、ご相談されたとか、空き家はその無事に解決したけれども、こういう背景だったとか、そういう方いらっしゃいました。基本的にいろんな条件の人はいますね。ただまあうちらもそこまでなんて言ったんですか、うちら解体屋なん でそこはまあ言うたら保険の代理店とかに問い合わせて聞いてみたらとか、いろんなそういう相談屋さんがおるんで、まあ言うたら NPO 法人であったり、でそういう空き家 その市役所の窓口であったり、で、窓口をこの時はこちら、この時はこちらっていうような交通整理はしてあげますね。でそれを全部私がしとったら、私仕事言うたら全員でやってることになるんで、仕事が言うたらもうそれで終わっちゃう。そうですね。相談がお仕事になってしまう。しかも相談やったらお金にならないですね。ただだからそれはそれでいいんですけど、交通整理はして、できちんとそれはうまいこと解決したらいいなっていう人は多いですね。で